皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは、今まで遊んできたゲームの中から個人的に面白いと思ったゲームを、簡単に紹介していくチャンネルです。主に3000円以下の安価で買える作品を限定して紹介しております。今後も様々なゲームを紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回紹介したい作品はザ・ミッシング、J.J. マクフィールド&ザ・アイランド・メモリーズです。簡単に紹介しますと横スクロールアクションゲームとなっていて、パズル要素がほとんどで敵をなぎ倒すようなゲームでありません。何が面白いかというと深いストーリーにあります。なのでネタバレを極力しないように紹介していきます。ゲームの前に開発元を少し紹介。ホワイトウールズ株式会社。白いフクロウという意味で、古代ギリシャ女神アテナの使い森の賢者をモチーフに、神秘的な存在を目標としてるとのこと。こちらの会社さんは大阪市大阪府に拠点を構えていて、日本の方が社長さんをやられています。他の作品を検索してみたところ、新しいゲームを開発中らしく2021年夏に予定しているっぽいですね。次のゲームも楽しみですね。さて気になる値段ですが、2990円となっております。セールを待って、安くなったところを買うといいと思います。というか、Steam のゲームは基本セールで買う、そして買いすぎて積む。この繰り返しです。気になった方はウィッシュリストに入れておきましょう。そして体験版も用意されております。まずは体験版からやってみてはいかがでしょうか。ユーザーレビューは非常に好評ということで、大勢の方が満足されているようですね。では前置きはこの辺にして、詳しくゲーム紹介していきます。この作品のコンセプトです。注意。このゲームは表現がやや過激ですのでそちらだけお気をつけください。先ほども言いましたが、ストーリーがおすすめポイントになっています。それはぜひ自分で遊んでみて楽しんでください。この世界観と、そのストーリーを後押しするような要素だけを簡単に紹介していきますね。この金髪美女が主人公の JJ。そして友人のエミリーちゃん。この二人が奥に見える島にキャンプに行くところから始まります。まずは二人のデザイン案を見ていきましょう。おすすめポイントその1。可愛い子ちゃんにメイどちらも好み。この二人に迫られたら、どっちかなんて選べない。二人には二人の良さがある迫られることないけど。JJ に日本の声優をつけるとしたら、金髪、気品ある女性というところで花澤香菜さんでしょうか。皆さんは誰を声優につけるでしょうか。まあ真っ先に思い浮かべたのがキャロル&チューズデイのチューズデイちゃんでしたけどね。このデザイン暗衆は、最初から見れるものではなく、道中アイテムを集めていくと見れるものとなっています。このデザイン案を見せることによって、またこのゲームの面白さが引き立つと個人的には思っています。これが完成された JJ ちゃん。かわゆい。さてお次は、友達のエミリーちゃんのデザイン案。このように、何度もデザインしてキャラクターを決めていく。ちゃんとした設定を持ったキャラを作ってる。こういうのも面白さにつながるんでしょうね。ボブカットで、パーマかかっていて。こちらもとっても好みです。でこちらが、エミリーちゃんの完成図。声優をつけるとしたら、鬼頭あかりさんですかね。鬼頭あかりさんと言ったら、AI ソムニウムファイルの相棒だよね。こんな感じの二人がこれからキャンプに行くところです。星が綺麗なところですね。屋久島とか西表島とかこんな感じなんでしょうか。一度こんな星空を見てみたいですね。午前2時に望遠鏡担いでみたい。可愛い女の子が二人イチャイチャするなんてけしからん。いいぞもっとやってください。クリアして、あのデザイン案を見た後にこのイチャイチャを見たらもうたまらんのですよ。なので初めにデザイン案を皆さんに見てもらったんです。日本には女性の同性愛のことをユリと表現しますが、昔1970年男性同性愛向けの雑誌バラ族というものがありました。その対義語として女性の同性愛のことをユリ族と言ったのが語源だそうです。なぜユリなのかというと、美しい女性のことを立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花というように女性のことをユリと表現することがしばしばあったそうです。ただ当初は女性同性愛を意味する隠語だったそうで、1983年にレズ作品映画セーラー服とユリ族の人気により、隠語ではなくなってきたそうです。セーラームーンや少女革命ウテナマリア様が見ているのブーム。これらによってユリという言葉が普及したそうです。ウィキ抜粋。まあ何にせよ、このジャンルが普及されてよかった。そして、このゲームもそのユリの中の一つと思っていました。でも違ったんです。そんな甘いもんではなかった。このゲームからのメッセージを理解したとき、このゲームの真の面白さを感じることでしょう。ゲームを起動したときに、自分自身であることを否定しなくても良いと出てきます。私も、見てる皆さんもあんたはあんたなんだと。
哲学のようなお話ですが一見の価値あり。もうしょうがないなぁ。見抜きいいっすか？あらあ。ということで、出チュまでしちゃった JJ とエミリーちゃんですが、この後嵐が来てはぐれてしまいます。JJ を操作して、エミリーを探しに行くのが目標。さっきまでのイチャイチャ幸せな時間はどこに行ったのやら。さてこのゲームの特徴として、パズルを解いていく方法にあります。JJ は道中雷に撃たれてしまい、どうにか生き返りますがこれにより、再生能力を得ることができました。この辺の鹿みたいな人の謎や、雷、そして再生能力についてはクリアするとわかります。では実際にこの再生能力を使ってどうパズルを解いていくのか、まずは切断です。鋭利な障害物に当たると、手がちぎれます。その手を持って投げて障害物を落とす。こんな解き方。若干頭狂ってますよね。そして手がちぎれても大丈夫。再生して元通り、自分を傷つけてクリアしていくのがこのゲームの特徴です。傷つけ方にも種類があり、お次は炎上。炎の中に突っ込みます。そうすると炎上し体に炎がまといます。この状態の時は自分自身が光源となって暗いところでも進めたり、邪魔な木材を燃やして道を作ったりできます。若干頭狂ってますよね。そして、炎上状態の時は皮膚が脆くなっていますので、少しの高低差で思考がバラバラになってしまうので気をつけましょう。大丈夫です。炎上も元通りになります。さてお次は骨折。硬いものなどに触れると骨折します。骨折すると天地が逆転します。登れない高い壁がある場合などに骨折で進んでいきます。あ、そうそう切断は頭だけになるまで切断できます。この状態で、次の切断行為を行うと完全に死んでしまうのでお気をつけください。頭だけになれば、人間では通れない場所でも通れそうですね。ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。これは J のスマホです。時折メッセージが届きます。これはお母さんとのやりとり。何やらカウンセラーとか先生とか不穏な空気。JJ は精神でも病んでいるんだろうか？まあ切断されて頭だけになってれば精神も病みそう。しかもそれが何回も起こるわけで。いけないこれ以上は自分でやってね。携帯の着信はクリアしていくまでに何回かあり、真実がどんどん解き明かされていく。この世界は何なんだろう？なぜ体は再生するの？とか。そして大切なエミリーを探してここまで来ると。エミリー突然の死。しかも自殺のような死に方。まさかと思ったけど、JJ も後追い。自分も死のうと思える大切な人って、会ったことがないからわからんけど一緒に死のうっていう思考になるんだろうか？そしてこれ盛大なネタバレやんと思った方もいると思います。なぜ死を告げたのか、そしてこの後どうなるのか気になりませんか？これはネタバレではなく、このゲームの真骨頂となるトリガーをお見せしたかったのです。まあネタバレになってるけどな。大体ボリューム的にはクリアまで10時間いかないぐらい。私は5時間ぐらいで終わったと思います。難易度もそこまで高くなく、難なくクリアまでできることでしょう。この後、JJ とエミリーはどうなってしまうのか、結末はぜひご自身の目で確認ください。クリアすると、どのぐらい火傷を負ったのか、骨折や切断はどのぐらいしたのか見れます。切断173回って考えてみると気狂いそうですけどね。ストーリーがキモいうゲームなので、このぐらいしか紹介できませんが、いかがだったでしょうか？私はクリア後、少し明るくなったというかこれからはもっと、前向きな考えをしようと、そんな感じに思えるような作品でした。ぜひ気になった方は、体験版、そして購入して最後までプレイしてみてください。絶対ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺にしたいと思います。次回の安価で面白いゲームでまたお会いしましょう。